こんにちは。ゆるバトの動画撮っていこうと思います。週末ですね。週末なので、ちょっとここは慎重に行きたいところなんですけど、相手の方が、いかんせん強いので、どこ行こうか迷ってます。本当に、強いんですよね。行けるとしたら、こことか行きますかね。ここ多分2戦目ゲージャギいないから、黒へ割り込めば多分アタッカーを落としてって順調にできるかな。1戦目もゲージャギいないから多分ザイロス、早いのかな。とりあえずここ緑ゲージなんで、行きたいと思います。いや、まあ勝てないのが一番ちょっとタブーなんでね、これは。慎重に行きたいところなんですけど、上は、いや、どうしようかな。めっちゃ早いのかな、これ。いや、わからないから、ちょっと怖いな。まあこれかな、多分いけるとしたらこれじゃないのかな。これだと思います。これだと信じて。 1戦目の方がちょっと不安なんですよね。ベラジュがちょっと速度遅いんで、迅速ザイロスとかめちゃめちゃ速いっすからね、あれ。ああ、割り込めるかな。考えても仕方ないから、行きたいと思います。どうかな？早いんかな？ああ、やった！よかった！ よかった！これでだいぶ勝率上がるんで、よかった。これはもう免疫ついてたら延長も入らないし、縦割りも入らないし、結構ぬるゲーっすね。調子乗っていく。よかったかな。よし。とりあえず1ラウンド目はもらったも同然ですね。とか調子乗ってたら暴走されて、ちょっと前回の動画でね、もう暴走の怖さを知ったんで。大丈夫大丈夫。2回までならなんとかいける。2回までなら大丈夫。3回目ぐらいからはちょっとどっと疲れますよね。疲れるっていうか勝率低くなるから。まあ来ますよね。ベラジュがいたらね、デバフは受けないんで。こういうパーティーには本当に強く出していけるんでね。というよりかもアナベルが羨ましすぎる。反撃で殺していくスタイル。いやー、いいね。水反撃ですよね、やっぱり。よし。もらいましたね。オートで。あと、ね、いや、ちょっと次のやつ。割り込まれたけど、使おう。あ！ダメだ。そっか。割り込めんかったなー。これ、オリビアに来てるから、ワンチャン耐えれるかな。多分、一回は耐えれるんで、暴走しようとした瞬間にやめます。お、縦割りつかない。最高じゃない、それは。縦割りつけられるのがめんどくさいんで、ひとまずガレオンのゲージ下げていきます。ゲージ下げて、フランケンに防御バフついた状態で水イフのスタン取りに行きます。取れないか。まあいいや。あれ打たないっすね。略奪。おー、それはありがたい。ミスつけます。あとは、充足して、もう本当にね、あれは硬いので、オリビアさんは硬いんで。 いやー、無事、いけますかね、これは。はい。スタン取れるかな？取れないか。まあいいでしょう。多分勝てると思います。よかったー。
暴走しないでね。よし。なんとかいけましたね。このギルド、今週っていうかもう今日をもって最後なんで、新しくギルド作るんですけど、その名前約束の時間って言うんですよね。アリーナのレート、銀星3以上で、結構コミュニティが取れる、コミュニケーションが取れる人と、懸賞費ができる人とか、まあ、基本的なことがね、できるっていうか、なんか上から目線なんですけど、ギルドメンバー募集してます、今。ギルメンがね、4人の状態から始まるので、あ、5人の状態から始まるので、今非常に人員不足で勧誘ですね、これは勧誘したいんで、ちょっとコメント欄で入りたい方話しかけてください。多分通ると思います通ると思うので、一緒に視聴者さんと一緒にちょっとギルバトやっていけたらいいなと思ってるんで、よかったら確認してみてください。お、ゼラス。いいなぁ。ゼラスは羨ましいなぁ。うわ、リサ。これリサ、えぐい火力出しますよね、これ。一斉攻撃。怖いし、変幻してるし。怖い怖い。怖い怖い怖い。勝ち確なところ行きたいんで、ここかなぁ。早いんかなぁ。いい火力出すんすかね、これも。でも多分ここが一番行きやすそうだから。上は、ゲージャギーないから多分タイロンの次にはベラジュ割り込めると思うんで、氷結撃たれても暴走石なんで、ベラジュ入れて。ベラジュ入れて、これで、下は相手が火し、あ、風しかいないんで、火染めでいけると思います。これにしますか。防御虫来ても多分黒い割り込めるんで、大丈夫かと思います。これで、よろしくお願いします。おー、ベラディオン早いな。逆にタイロンが遅かったパターンですね。これはまあ、いや、ダメだったんかな。ここ叩いちゃダメだったかな。さすがに、あれか。ダメだったかな。いや、でも、勝ち確のところ行った方がやっぱいいと思うんで。下手にね、なんか、勝てなさそうなところ挑んで、負けて、ゲージ削れないっていう状態は絶対避けたいので。最後のギルマトなんで、ちょっと、誠心誠意っていうか、全力で貢献できるように頑張りたいと思います。最後はね、ちょっと、霧よく終わりたいんで、3戦3勝したいっすね。3勝したいから、事故は避けたい。事故は避けたい。とりあえず1戦目、勝てましたね。2戦目ですね。2戦目は多分属性相性が相手染まってるから、切断とか打たれても平気ですね。ここ普通に多分皆さん生きると思うんですけど、残しといてくれたんですかね。嬉しい。お心遣い。ありがとう。別に僕のために残してたわけじゃないけど。あれ、延長してなかったか。まあいいや。まあ、こいつはちょっとね、サプライズボックスとか、なんか嫌なもん持ってるんで。なんか、あれ硬いな。あれあれれあ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 れちょっと風姫先輩動きすぎじゃないですかね。あれ負ける？負ける？なんか、さっきまでめちゃめちゃ余裕やった気がするんですけどね。風邪ひみの抵抗高かったんかな。残しときましょうか。ザイロスいなくなったのは厳しいけど。
あー、参照したかったな。申し訳ない。これは 申し訳ないっすね。やっぱ、ここ叩いてな。負けるの本当にちょっと まあ、イールン積んでるんですかね。こことかもいけそうだけど、なんか、やっぱ、ちょっと緑叩いて勝って半分減らしたいんですよね。だから、ここ今、僕のリアフレが挑んでるんで、こんなところよく挑んだな。この、ジャミール・ザ・デオマのこの組み合わせ、めちゃめちゃタイミングいいところで、これ使ってくるんですよ。時間、歪み曲。これ、めちゃめちゃいいタイミングで使ってくるんで、デオマめちゃめちゃしつこく、生き延びますよ、これ。まあ、こっちは、でもこれも微妙かな。僕だったら挑まない防衛かな。ダメだ。ダメだな。どこも行けそうにないな。いや、怖いな。ちょっと待って。ちょっと待ってな、これ。うわ、マジでどこも行ける気がしない。ここ行きます。あー、ザイロス死んでるけど、まずここではザイロス使わないんで。オリビアパーティーは、オリビアパーティーは、上はジュルタンいるんで、まず間違いなく持っていけないですよね。あと相手黒いいるのか。ジュルタンのね、この縦割りからの AC 入れで事故るんで、普通に。やっぱ免疫は必須なんですよね。なるべくなら下、いやでも下に入れたら多分割り込めるんじゃないかな。これで、まず2つに免疫を 完備しつつ、水火には水火を強く出していきたいんですけど、上の方に使いたいんですよね。粘りあるからワンチャンこれ耐えれるんですよ、これ。どうしようかな。いや、事故りそう。事故りそうなんだよな。あー、猿、行動不能つかないのか。まあいいや、オリビアにタゲ行くんで。多分、オリビアは耐えてくれます。足らない？ちょっと待って。ちょっとクリスタルさすがに溶かしたくないな。あれどこだったっけ？あ、そう、ここ緑マックスなんでね、一応。やっていきますよ。はい、じゃあよろしくお願いします。1戦目も2戦目も不安。どっちも不安だわ、これ。先動いてくれないかな。あ、動いた。うわ、栗ダメとくか。マジか。こんだけ減ってんだらこっち来てまうな。どっちも多分反撃ついてそう。反撃ついてそうやな。お、回復してくれる？そこ。してくれるっていうか、めんどくさいんですけどね。ジュルタンの栗ダメとか うざいっすよね。てか、ダメージ出すぎじゃないですか、これ、本当に。ジュルタン、本当に羨ましい。あ、これ、ジュルタンに来るんじゃないの？影。風姫。そっちの方が都合がいいぜ。なんで来るねん、そっち。なんか言ってるかな。
すみません。このギルド本当にいいところでしたね。僕弱いけど、歓迎されて、歓迎っていうか、入れてくれたんで、いいところだった。おー、リアフレが勝利してる。まあここは、いけるかな。まあ、一シール倒したんで、風姫とかと組ませてなかったら、体力のやつはね、あんまりなんで、クロエだったからよかったな。真ん中風姫だったら絶対飲まないんで。クロエじゃ回復不足っすよね、若干。強心はうざいけど。入りいく。とりあえず一戦目はいけたかな。よし。よしよしよし。なんとかいけそうですかね。あと、皆さん本当に、ギルド、約束の時間、よろしくお願いしますね。ギルメンが足りてなくてね、本当に。募集してるんで、コメント欄で言ってくれたら、僕普通に、チャットとかで会えるので、いつでも。で、誘ってください。一緒のギルドで、なんか、やりたいですね。一緒のギルドで、なんか、アドバイスとかもらえたら 嬉しいです。ガレオン割り込めましたね。ゲージ作業は水に塗っときます。それから、スタン取りに行こうかな。取れないけど、いい火力出しますよね、本当に。最後は火力、勝って終わりたいけど、勝たせてくれるかな。まあ相手幸い回復いないんで、水火落とせたらだいぶ楽になると思います。あ、粘りまで持っていかない。そう来る？そう来ますかね。いや。よしよしよし。オリビアミスもいいんすよね。これ本当に。もう惚れ惚れするぐらい有能すぎる。オリビア、もうエージェントは全部使いますよね。最近、水のエージェントやっと引けました。育てたいんですけど、スキルマできないんですよね、僕、今。だから、どうしようか、ちょっと迷ってます。エージェント、どうかな？育てるかな？検討中ですね。スキルマできなかったら結構医療支援とか、頻繁に打てなくなるので、その辺考えたら、やっぱり、スキルマできるようになってからがいいのかな。今、デビルモンをね、できたら、ジンゴの方に回したいんで、ベスの方に。もうよかった。最後勝てましたね。緑ゲージのところ叩いて、半分削れたので、よかったと思います。ましたね。よかった。よし、来ましたね。それなりに削れたんじゃないでしょうか。2勝1引き分けって感じですね。はい。あと何か言おうとしてたんだよな。あれ、ギルドボスのことだったっけ？ちょっと、ボケてる。ボケてるな。何かを言おうとしたんです。あと、あれです。今回ギルバと終わるんですけど、次から地下ギルドに入るので、地下ギルドっていうか、新設ギルドになるので、ギルバトの動画は多分こういうガチガチなところと対戦するのはこれが最後になるかな。新設ギルドね、赤1ぐらいまでは僕持っていきたいと思ってるんですけど、
今の段階ではちょっと、あれですね。ギルメンが少ないので、厳しいかなって感じなんですけど。で、ちょっと興味持たれた方、一応ギルドチャンネルは8939チャンネルになってます。今日のギルバトの集計終わった時に、もうギルドを僕抜けるので、12時間後とかにまた入ることになるんですけど、まあそれぐらいからだったら多分いると思うので、コメント欄でいつ、なんか、チャットで会えるとかいうことを言ってくれましたら、全然僕から見に行くんで なんか上から目線っぽくて嫌だな まあ、そういうことなんで、ご了承でちょっと終わりますけど、ご視聴ありがとうございました。